サメの領域とかいう最強スキル、どうせそのうち修正される龍です。さあ本日なんですが、新しいパックでね、史上最強のエクシーズモンスター、今のところエクシーズモンスターで一番強いんじゃないかって言われている、ナンバー37希望式竜スパイダーシャーク、こちらをね活躍させていきたいというふうに思っております。効果結構ね優秀でございましてですね、密属性レベル 4×2 で作れますよと。で、効果それぞれ一旦に一度しか使用できないか、自分または相手のモンスターの攻撃宣言時、エクシーズ素材を一つ取り除くと相手のフィールドのモンスターの全てのモンスターの攻撃力を1000ポイントダウンさせるっていう納期モンスター。なんでまあ3600までであれば処理できるということですね。で、この方が戦闘効果で破壊されると、墓地の水属性を特殊化できるっていうことなんですけれども、これねやっぱね戦闘を返さなければならないカードではあるんですが、やっぱりね3600っていう打点が実質あるのはねかなり強いですね。でレベル4が2体並べればいいので、このサメの領域っていう皆さんぶっ壊れスキルはよくご存知なんじゃないかなと思うんですが、私結構ね動画でも言ってますから、このグレイドルとかを出すときに使うこのあれですね、水属性のモンスターのレベルがなんか全部4になるよみたいな効果で、全部水属性にしないといけないっていう効果ね、このスキルを使う場合は。でこのスキルを使うと以前やりましたグレイドルドラゴンがもちろん出せますと。でこのグレイドルドラゴンめっちゃ強いんで、心境召喚に成功しただけで相手のカード2枚とか破壊できるんでね強いんですけど、これにプラスして今回の実装によってこのエクシーズモンスターが強くなったんで、だから例えばですけど、まあディーバからディーバ召喚してなんか適当にデッキからモンスター出してきて、でディーバとなんか重装兵とかディーバと海王の狙撃兵とかを使ってスパイダーシャーク出すと、これスパイダーシャークもこれもちろん水属性モンスターなので、水属性のモンスターの効果が発動されるためにこいつらが墓地に送られるとこいつらの効果も発動するんですよ。セットカード破壊とか、表側のカード破壊とか、もう強いですよね。でさらにこいつは海洋の海竜族かの召喚権増やせるっていう効果もあるんで、ディーバから重装兵出してきて重装兵特殊召喚してとかもできるから、非常に強いと。で新しく追加されたカードで、サイレントアングラーっていうモンスターがいて、これが水属性がいるだけで手札から特殊召喚できるっていう超雑に強いモンスターなんですよね。でこれでももちろんスパイダーシャークは出せますよと。でそれだけじゃなくて、シンプルにその例えば、グライデルスライムジュニアを召喚して、手札からサイレントアングラーを特殊召喚するともう6シンクロができたりとか、もちろんねレベル4に変えてエクシーズもできるしみたいな感じなんで、この辺の特殊召喚モンスターをめっちゃ入れとくとめちゃくちゃ展開できるんで。でですね、おしゃれポイントとしてはキガエルが入ってるんですが、キガエルで水属性を捨てて特殊召喚した上で、これね密属を送れるんですよ、効果発動して、特殊召喚成功した時にね。で、グレイドのスライム送ったりすると浮上で蘇生してグレイドドラゴンができるんで結構おしゃれですね。まあもちろんね、蘇る落としておいて蘇る特殊召喚されて蘇ると、次のターングレイドドラゴンで、出すとかいうこともできるんでね。はい、そんな感じの、ギミックとなっております。このねスパイダーシャークがね相当に優秀なんでね、これはね水属性モンスターを使うデッキであれば入れておきたい、1枚はゲットしていただきたいカードとなっております。早速、ナンバー37活躍させていきましょう。デュエルスタンバイ。お強い、これはなかなかに強いハンド、底なし落としなんかなければね。出た、最強モンスターだ、やばい、史上最強デッキ来た。これエクシーズか、エクシーズ6も来たか。出た、希望王ホープナンバー39来た、セット、はいはい、マジっすか、そんな雑魚展開していいんですか。砂時計光りますか、光りません、光りません。ヒガエルを特殊召喚、いらないグレートストライブジュニアを墓地のくて、ヒガエルを特殊召喚、これで裏ガエルを、あ裏返りじゃねえや、蘇みがえろ墓地の送っていく。お、なんもないんすか、そんなことしてていいんですか。まあでもこれちょっと怖いのでグレイドルスライムジュニア召喚をしていく。でグレイドルスライムジュニアの効果は発動しなく、あえこれグレイドルスライムジュニアで蘇生してさ、えこれ バチクソやばいことしていい、グレイドルスライムジュニアをでスライムジュニアを特殊召喚していく、そしてレベル4に全部していく、ぶち壊れスキル発動、そして我グレイドドラゴンをシンクロ召喚、この動き強すぎ、わらさいけー、全てを破壊せよ、
新規の召喚グレイドルドラゴン、そしてグレイドルドラゴンのモンスター効果、相手のフィールドのカードを2枚選択して破壊することができる。さらにサイレントアングラーを特殊召喚、レベル4が2体来るぞユーマ。俺はレベル4のグレイドルスライムジュニアとサイレントアングラーでオーバーレイ。眠りした石と海の力が紡がれしとき、新たな命の光が噴出する。エクシーズ召喚、目覚めよナンバーズ37、希望しきるスパイダーシャーク、強すぎる。なんだこのデッキは、環境トップだ、強すぎる、バカ強い、やばいこと来た。はい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 、22枚わかんないな。キガエル、キガエル効果と、キガエル効果発動、キガエル効果発動ちょっと早いな。ディーバだな、ディーバ召喚効果、重装兵を特殊召喚でだ。スキル発動して、スキル発動しとくのありやな。蘇る落としておくっていう選択肢ね、蘇る落としておくという選択肢、選択肢無限にあるんだよな。44にしてサイレントアングラー、まあ、まだまだでもいっか、スパイダーシャークでいいや。スパイリーなんかいろいろできるんですけど、先行はスパイリーシャークに守ってもらいましょう。これでこれに守ってもらいましょう。眠るし大地と海の力がどうのこうの、エクシーズ召喚希望式竜スパイダーシャーク、これでターンを終了すればよろしいのでは。これでいや多分耐えれる、俺のスパイダーシャークは無敵や。攻撃宣言時に相手の攻撃力を1000ポイントもダウンさせるとかいう最強カード。いや磁石多すぎ問題発生してんだよな。対象取るんですよね、重装兵さんは。まあ、次は、あ、でも言うてか、あ、これ勝ったんじゃないか、実は。これ実は勝ったっていうことない、これ。これ相手のセットなんだろうね。まあ、とりあえずちょっと様子見で着替えるから特殊召喚するけど、いい？着替える特殊召喚。はい。着替える効果で、もう引きたくない着替えるは落としておこう。さあ、着替える落としていく。結集かなんかですか？さあ、グレイドルスライムジュニアを召喚。そしてスキル発動、ザメの領域、いけ、ぶち壊せ、全てをぶち壊せ。遥か宇宙の彼方より、マイオリシ絶望の魂の力、グレイドルドラゴンシンクロ召喚。グレイドルドラゴンシンクロ召喚成功時のモンスター効果発動、相手のカードを2枚選択し破壊することができる。グレイドルインパクト、これ結集だったら間に合ってないから、はい、来たわ、来た、これなんとスパイダーシャークは攻撃宣言時相手の表側モンスターを破壊することができる。いけ、スパイダーシャークのモンスター効果を発動、オーバーレイユニットを1つ使い相手のモンスターの打点を1000下げることができる。さらに太陽の重装兵のモンスター効果、相手の表側カードを1枚破壊することができる。巻き戻し発生、いけー、ぶち殺せ、グレイドルインパクト、これがサメの領域よ。これもなかなか強いですね。あー、なるほど。まずはこれ難しいですけど、ディーバ召喚でディーバ効果、重装兵、これスキル発動せずシンクロっていうパターンもあるね。普通にスキル発動せずシンクロっていうパターンもある、結構。ちょっと考えましょう。発動せずシンクロ結構あるな。着替える、こうして、でこうして、で着替えるはもういらねえから、着替える行きたくねえから着替える落としとくか。着替える落としといて、はい、でこれでシンクロしとこう。で、カエルで
いやこれなんだかんだ強いんじゃない、これこうしてで墓地から蘇る帰ってくるから、蘇るとグレートスライムジュニアでグレートドラゴンよ来た。スキルは2回残している。俺はあと変身を2回残している。どこのドラゴンボールだ。カードアドバンス、やばいか。うちは、デッキトップ5枚も、を見て順番を戻し、順番入れ替えて戻して、でさらに通常召喚に加えて1回だけアドバンス召喚ができるとかいう最強カード、あ、オッケー。え、そんなクソザコ展開したらやっちゃいますよ。さあ、よみがえるを特殊召喚していく。そしてグレイドルスライムジュニアを通常召喚、スキル発動、シャークテリトリー、くたばりやがれ。俺はレベル4のよみがえるにレベル4グレイドルスライムジュニアをチューニング。こいつの新規召喚工場なんだっけな、グレイドルスドラゴンもで作ったんだよ、ね、昔忘れたわ。あ、あったった。まあ、いいや、グレイドルドラゴンの効果を発動だ。バチカー、なに、なに、クリボールチェックだけします。はい、クリボールはない。なるほど、走ろう。グレイドドラゴンのシンクロ召喚工場ね、遥かなる空より舞い降りよ未知なる生命体グレイドドラゴンっていう、なんかよくわからない新規の召喚工場を私作っております。さあ、よみがえるの効果、よみがえるの効果使わねえよ。でスキル発動してシャークドレイク出すんですか、これスパイダーシャーク、スパイダーシャーク出せってことですかこれ。これちょっとまだいっか。ほい、あ、なんかあるね、テンパランスとかそっち系かな、クリボーかな、カイトロイド、オーケー。ディスティニードロー入んのか、ディスティニードロー、え、ディスティニードロー入ってもいけるんじゃねえこれ、なんか大丈夫そうじゃね、なんか大丈夫そう。ディスティニードロー入ったところで問題はない。ラバーゴーレムはやばいけど、いや返せる返せる全然、蘇るあるから、また蘇るからなんか重装兵出してランク4とかいけるから大丈夫。ラーの人、はい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 、やばい、ラーの人やばいのでは。やばいこと起きそうなのでは。え、これさあ、え、なんかやばいモンスターって出てこないよね、地面ドローみたいな、ドローセンス地面みたいなこと出てこないよね、ちょ、ドローセンス地面だからやめてください、ドローセンス地面やめてください、セット、はい、エンド。え、ドローセンス地面マジでやめて。重装兵来た。で、よみがえる効果は発動する必要ないね、これ。あれなんだろうね、特性カードね、何にも反応ないんだよな。まあでも何も出す必要ないから、この盤面もうぶん殴るよね普通に。一応効果発動するか。ここで効果発動していく。で、これを打点下げるっていう、何も起きない。あー、なるほどな。バトルフェーズ入った。バトルフェーズなんかあるの、あれか、なんかなんかそのバトルフェーズ中にアドバンス召喚するみたいなカード、もしかして、もしやの、これ殴らせてもらっていいですか、自分出た。何くんのこれ、何これ、ドローセンス地面、これ地面から出てくるやつ、これちょ、地面やめて、地面待って、あっ、そう、そっち、そっち、そっち、え、そっち、そっち、勝てるんかーい。